岩本明、岩本明、岩本、明。1992年10月21日台は、NPB のオリックスバファローズに所属する山口県、豊富市出身のプロ野球選手、投手。右投げ左打で、からまでは、NPB の阪神タイガース。からのシーズン途中までは、ベースボールチャレンジリーグ、BC リーグの福井ミラクルエレファンツに在籍していた。 小学校3年生から野球を始める。豊富市立桑山中学校への在学時には野球部のエースとして山口県大会優勝、中国大会準優勝を経験した。山口県立南洋工業高等学校への進学後は1年生の秋から当初を務めると2年生の春と3年生の夏に甲子園球場での全国大会出場を果たした。二年生春の 第81回選抜高等学校野球大会では2試合連続の関東勝利でベスト8に進出3年生夏の第92回全国高等学校野球選手権大会では中京大学附属中京高等学校との1回戦に99球で無死休館を達成したがチームは1から2で初戦敗退を喫した2010年の NPB ドラフト会議で 阪神タイガースから四巡目で指名。契約金四、零零零零円、年俸六百万円、金額は推定という条件で入団した。なお、指名に必要なプロ死望届の提出、2010年9月18日、時点では、五巡目以下の指名であれば、大阪市内の企業に就職する方針を立てていた。2は、ウエスタンリーグ公式戦六試合に登板。 一セーブと防御率2.84を記録した。2は、ウエスタンリーグの開幕から、先発陣の一角を担った。7月28日に入団後初めての、出場選手登録を果たしたが、一軍公式戦への登板機会がないまま、8月4日に登録を抹消。9月8日の再登録を経て、翌9日の対中日ドラゴンズ戦。 名古屋ドームに先発で一軍デビューを果たしたところ、6回を2安打無失点という内容で一軍初勝利を挙げた。高校から直接阪神へ入団した投手による一、軍初登板、初先発、初勝利は、の西村治以来、61年ぶり4人目であった。さらに、一軍2試合目の登板になった9月27日の、対東京ヤクルトスワローズ戦、治む人偶野球場でも、 先発で勝利投手になった。阪神で初登板初先発から2試合連続勝利を挙げたのは1937年の西村幸代以来75年ぶり3人目であった。なお3試合目の登板になった10月5日の対ヤクルト戦甲子園でも先発で自責点0と高騰。三塁手荒井良太の悪送球によって1点を失っただけで、 敗戦投手になったため、一軍初登板、初先発からの3試合連続先発勝利という、球団新記録の達成に至らなかった。しかし、一軍公式戦では失点を、この1点にとどめたため、防御率0.00、2勝1敗という成績で、シーズンを終えた。2は、一軍先発陣の一角を担うことを期待されながら、開幕を二軍でスタート。 開幕後も調子が上がらなかったことから、6月には1年後輩の、当主、年内弘明と共に、実戦を離れて、ミニキャンプに専念した。この年初めての一軍公式戦当番になった8月1日の、対中日戦、甲子園では、NPB 史上最大年齢差、27歳2ヶ月となる、山本正人の先発対決に臨んだが、4回に、失点で降板。 翌二日に出場選手登録を抹消されると、そのままシーズンを終えた。なお、ウエスタンリーグの公式戦には18試合に登板。3勝7敗、防御率3.95という成績を残した。2は、春季キャンプで一軍選手主体の沖縄組に選ばれた。キャンプ当初は、先発要員として調整していたが、実戦登板でロングリリーフへの適性の高さを見せたことから、 現役時代に救援で活躍した当時の一軍投手コーチ、中西清樹の方針で、オープン戦の期間中から中継ぎに転校。4月1日にこの年初めての出場選手登録を果たすと、同日の第中日戦、京セラドーム大阪で一軍初の救援登板を経験した。しかし、シーズン通算ではすべて救援で4試合の登板にとどまった。2は、 二年連続で春季キャンプの沖縄組に選出。キャンプ中盤から先発で高投を続けた結果、福岡ソフトバンクホークスとのウエスタンリーグ公式戦、3月17日で開幕投手を任された。また、一軍でも開幕5戦目の対東京ヤクルトスワローズ戦、4月1日、神宮球場に先発登板。7回1失点という内容で、 自身3年振りの勝利を挙げた。その後は1軍と2軍を往復したが、2軍調整中の6月29日に、神宮球場で開かれた侍ジャパン大学日本代表隊 NPB 選抜戦では、NPB 選抜の9番手投手として、セーブを記録。7月25日の対横浜 DNA ベイスターズ戦甲子園で、およそ2ヶ月ぶりに1軍へ復帰してからは、 試合序盤からのロングリリーフやビハインドの場面からの登板で都市内と共に好投を続けた。一軍のレギュラーシーズン3位で迎えたポストシーズンには登板機会がなかったが一軍公式戦では自己最多の13試合に登板、自己最長の31回3分の2を投げて先発とロングリリーフで一勝ずつ記録した。2は一軍公式戦への登板機会がなく、 10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。12月2日、自由契約公示された。岩本自身は、NPB 他球団での現役続行を希望していた、ことから、11月12日には、甲子園球場の12球団合同トライアウトに、参加。シートバッティング形式の対戦で、打者3人を相手に、1奪三振1被安打1をし9という結果を、残した。 しかし、NPB た球団から獲得のオファーを受けるまでには、至らなかった。2017年1月6日に、BC リーグの福井ミラクルエレファンツが、岩本の入団を発表した。2は、リーグ戦21試合に登板。8勝8敗、防御率3.22を記録した。シーズン終了後の11月15日には、前年に続いて12球団合同トライアウト。 松田スタジアムに参加。打者4人を相手に、1奪三振に飛安だという結果を残すとともに、ストレートで最速時速 145km を記録した。しかし、NPB への復帰までには至らず、福井へ残留した。2番、中継ぎ投手として、全キリーグ戦26試合に登板。1勝1敗、防御率1.50。 通算三十投球回で四十四奪三振という好成績を残した。二千十八年七月七日に福井球団と業務提携を結んでいる NPB のオリックスバファローズが岩本との間で支配下選手契約に合意したことを発表した。二シーズンぶりの NPB 復帰で背番号は九91。星出身の小村博幸球団本部長が福井への派遣選手。 カンベフミヤの視察を兼ねて感染した7月1日の BC リーグ後期、大使がユナイテッドベースボール部戦で高騰したことから、おさむらの即決によって、わずか6日で入団の発表にまでこぎつけた。入団後は、ウエスタンリーグの公式戦で一勝を挙げた後に、7月27日の、対北海道日本ハムファイターズ戦、札幌ドームで NPB 復帰後初の1、 軍公式戦当番を果たした。以降の公式戦でも、例年以上に一軍9エンジンへの負担が増している、チーム事情を背景に、中継ぎ投手として、連日当番。8月1日の大東北楽天ゴールデンイーグルス、戦、京セラドーム大阪で、NPB 公式戦初ホールドを記録した。延長12回までも連れ込んだ8月4日の対福岡ソフトバンクホークス戦。 福岡や福岡、ドームでは同点の11回裏からの投板で1回を無失点に抑えたところ、12回表にチームが勝ち越したことによって試合に勝利。岩本も阪神時代の2015年8月6日に休園で投板した対広島東洋カープ戦、松田スタジアム以来1094日振り、NPB 復帰、オリックス入団後の一軍公式戦では、 初めての白星を挙げた。8月には1日から15日までの半月間に8試合の9円当番で5ホールドを挙げるなど検討。同月後半以降は当番の頻度が減少したものの一軍公式戦全体では17試合の当番で1勝2敗、5ホールド、防御率4.30という成績を残した。身長182センチメートル。 体重8 0ラムという恵まれた体格を生かした本格歯右腕で南洋校 OB で広島東洋カープに在籍した当主、津田久しみへの憧れから同行に進学。津田を彷彿とさせる最速時速1 5 0トルのストレートが持ち味であることから津田の再来、津田二世と呼ばれている。速球だけでなく鋭いフォークボールやスライダーも大投げ。 その一方で、投球中は、ポーカーフェイスを貫いている。阪神時代には2年目から一軍公式戦で通算4勝、先発で3勝を記録しながら、右肩を痛めた影響で、5年目に戦力外通告を受けた。しかし、福井時代に、右肩通が感知したことを機に、救援投手として再起。ロッテオリオンズの元クローザーで、千葉ロッテマリーンズから、福井球団に、 投資コーチとして派遣されていた小勝尾から指導によってストレートの休息がさらに増した。その結果、小の派遣期間が満了した2018年の BC リーグ公式戦では中継人の柱としてチームの前期リーグ優勝に貢献。阪神対談から2年間叶わなかった NPB への復帰につながった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。